次にですね、動画のアップロードなんですが、編集をしてからですね、YouTube にアップするというようなことが多いんじゃないかと思うんですけど、編集するソフトもいっぱいフリーでもあるんですけど、この標準でですね、Windows 7には、Windows Live Movie Maker っていうものが付属してると思います。で、こちらでですね、先ほどの映像なんか動画をですね、こういうふうに入れると、ドラッグをするとですね、展開されます。これ先ほど録画したものですね。で、そこに、機能的にはこのタグでホームアニメーション、それと視覚効果プロジェ、まあ、基本的なエフェクトみたいなものしかないんですけど、プロジェクト、表示、編集というようなものがあります。ホームのところで言うと、写真とかもですね、JPEG とか PNG の写真をこちらにドラッグで入れることもできますし、音楽、BGM なんかの音楽を追加することもできます。音楽を追加した場合にはですね、また音の音量とかの調整とか、そういうものもできます。私のパソコンにはこのウェブカムとかはついてないんですけど、カメラですね、はついてないんですけど、そういったものからデータをですね、取り込むこともできます。普通はですね、録画したものを入れると、タイトルをつけたくなると思うんで、タイトルをここで、入れると思います。例えば、カムスタディオの使い方とかですね。使い方っていうふうに入れると思います。開業なんかされても結構ですし。で、こちらの方で、外すと、ここにも入ってきます。で、ここのところ、もう一回ダブルクリックしたんですけど、ここに対してどんな視覚効果を出すかということが、ここで設定ができます。こんなふうにピカーンとこう光るとかですね、いうのが、こういつもこんなん使ってるんですけど、あります。で、あと他にもいっぱい効果があるので、ここクリックするとですね、下にどんどん降りてきて、見えるという形になります。で、あと時間とかですね、そういうのも設定されます。この開始の時間については、全体の時間です。この全体の時間で、ここについては7秒とかいうのは7秒ぐらいですね、は表示している間の時間ということになります。背景色とかそういったものもですね、変更することができます。あとフォントですね、フォントなんかも、フォント文字なんかも好きな文字にですね、変えたりとか、文字の色を変えたりとか、そういうのが基本的な編集ですることができます。で、次にここにですね、入ってきた時に、あんまりここエフェクトなんか僕はあんまりしないんですけど、エフェクトで、例えばこんな感じで、ここからここに切り替える時にですね、アニメーションということで、いろんなものがですね、同じように準備されてます。例えばパラパラパラっとなんか行くような感じにすると、こんな感じにすると、こうピコピコッとなりながら、変わったりですね、するということですね。好きなものをですね、使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。こんなんですかね。わかんないですけど。それでずっと来まして、あとはもう一回ホームに戻りまして、キャプションというのはここに文字をですね、説明するとかいうようなものになります。今、この比率なんですけど、比率がですね、表示の、プロジェクトかな？プロジェクトで今こういう4対3の比になってまして、中はですね、細長くなってるんですね。で、ここに文字とかを入れるスペースを逆に作っといて、説明文を入れたり補足をするというような形もいいんじゃないかなと 思ってまして、私はここにですね、補足の文章なんかは入れるようにはしてます。で、そんな時に、文字をですね、キャプションという形で、入れますと、ここにですね、これも同じなんですけど、7分、もっとこう時間をですね、変えることもできますし、なんていうんですか、もっとこの辺ぐらいからとかいう形で、
ここにですね、もともとこれなんかあの Google プラスを紹介しようかなと思ったんですけど、カムスタジオに変更しました。スタディオですね。何ですかね。チュートリアル。あると。こんな感じで、入れることができます。はい。で、あとは、ここの下の方にはですね、この長さみたいなのがあって、これをずっとこう長くしてやると、このスピードがですね、ゆっくり、短めになってたものが長めに撮れますんで、そこでですね、例えば編集でこう分割をしたりですね、その間をトリミングっていうんですけど、間を抜いて削除したりですね、そういう設定ができます。まあ、早回しなんかもですね、こういう早回し64倍とかですね、いう形でちゃ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 やるっていう形もあります。はい。あとは、何ですかね、まあ、先ほど音楽を追加した場合には2つですね、今喋ってるマイクロフォンと音楽を BGM で追加する場合には、ここのところにですね、ラインが出てくるんですけど、ドラッグをするとですね、でドラッグしたものに対して、どっちを大きくするか、 BGM を大きくするのか、まあ、ちっちゃくていいと思うんですけど、だいたい BGM 入れる場合には一番左からですね、1個だけ、ちょっとずらすぐらいにしてます。あとですね、エフェクトですね、まあいらないと思うんですけど、まあこういう視覚効果ということで、入れることもできます。まあ、明るさなんかを上げたりですね、することもできます。あとですね、アニメーションはもう説明したんで、いいと思います。一括で、まあ、分割してたり動画がいっぱいあった場合には、まあ途中をですね、アニメーションでこういうものでつないであげて、なんて言ったらいいですかね、それをすべてに適用するっていう形でこうクリックしますと、全部のその切れてるところに対してこのアニメーションが適用されるというような形になります。あとはですね、YouTube の方ですね、 YouTube の方にアップしたいなということであれば、このアップしてあげます。で、まあ、推奨というサイズが出てきますので、この推奨で、クリックをすると、アカウント、ログインのアカウントですね、 YouTube のアカウントが出てきますね。あ、ちょっと違うのが出てきましたけど、僕ペタリオットというのを入れてますんで、こちらに対してパスワードを入れて、サインをするということで、ここに名前を付けてあげて、説明文を入れてという形ですね。タグ、これ後から編集できるんで、あんまり長く書くとですね、弾かれます、アップロードできませんという形になりますので、まあ、さっきと同じでカムスタジオの使い方とかですね、使い方みたいな形で入れてあげます。操作説明をしていますとかですね、ムービーとかなんか関連するタグを後からでも追加できるんですけど、チュートリアルとかですね、あと短いやつで言うとノウハウとかあると思うんですけど、ハウトゥーですか、ハウ、すいません、トゥーですね、なんかはこれ、分けるとタグとして認識できないので、ハウトゥーっていうふうに続けてあげます。こんな感じです。あと自分で、まあ、ハウトゥーでもいいですし、何でしょうね、これ、教育かもしれないですね分かんないですけど、アニメ映画かもしれないですね、まあ、自分で、まあ、ブログ用であればブログとかに選んであげて、あとは許可ですね、プライベートなのか、パブリックなのかっていう設定をしていきます。でアップロードすると、今アップロードをどんどんしていって保存しながらですね、できた場合にプレビューっていう形で、YouTube 側で
のプレビュー画面に映るというような形で、動画はアップロードされます。はい、ぜひですね、もう非常に簡単に、動画を作ってアップロードするっていう仕組みがありますので、やってみてはいかがでしょうか。以上です。